JM イーグルラ選手権プレセンティドバイプラストプロ初日、25日。ボールが思うように転がらないポアナ芝に、渋野日向子は苛立ちを募らせた、やばいっすね。イライラする、日本勢トップスタートの午前7時37分に1番からティオフし、2バーディ、5ボギーの74。暫定カットラインを下回る3オーバーと出遅れた。前週のメジャー初戦、シェブロン選手権のザクラブ AT カールトンウッズと比べ、フェアウェイ、グリーンはコンパクトで狙えるスポットが狭い。それでも、フェアウェイを外したのは3ホールだけ、パーオン率は10月18日、55.55% をマークした。しかし、グリーンでうまくいかない。3番で左エッジから約8メートルをパターで沈めてバーディを先行させたが、4番、パー3は手前5メートルのバーディパットがショート。いずれも約6メートルの下りラインだった5番、6番のチャンスもカップに届かない、午前中でこれだったら午後はどうなるんだとため息が出た。開幕前の火曜から2日間、パッティンググリーンで1時間以上かけて、前週と違う芝の感触を確かめてきた、読み切れていないところもあったし、自分の打った感触もあまり良くないなっていう感じも、入ってくれたら、と思うけど、打った瞬間から入らないなって。転がるのか、跳ねるのか、惑わされる芝質にアプローチでもミスが目立ち、怒りをにじませる場面もあった。ショットの感触はまだ日替わりだという、結果で見れば5メートル以内につくのが先週よりは多かったけど、そんなにいいな、と思っているわけではない。引き続きテイクバック、リズム、とポイントをしっかり確認しながら振って、スコアメイクに励む。第1回のリシャッフル、出場優先順位の入れ替え、まで3試合。129位のポイントランクを、今より出場優先度の高いカテゴリー8に入るには80位以内まで上げねばならない。2日目は午後0時37分からと、ポアナ芝の厄介さが増す午後組で回ることになるが、もうちょっとショットを頑張りたい。グリーン上でもう少しバーディを取れるように、初日でこんだけやってしまったから頑張りますと巻き返しを誓った。渋野日向子、入る気がしなかったグリーンで苦しみ74と出遅れ。前週、今季初の予選通過を果たした渋野日向子は2バーディー、5ボギーの74で3オーバーと出遅れた。30パットとグリーン上で苦戦し、中継局ワウワウのインタビューで読み切れていない部分もあったし、自分の打った感触もあまり良くない感じだった。今日は入る気がしなかったですと悔しさをにじませた。2番でボギーが先行すると前半で2つスコアを落とした。パー5の13番ではつま先上がりのライからの第2打が左に曲がり、第3打もグリーンとバンカーの間のラフに入るなどボギーを叩く。15番パー5で第2打をグリーン近くまで運んでバーディーを奪い返したものの、最終18番パー3では第1打をグリーン左に外して寄せ切れずにボギーフィニッシュとなった。パーオン率 55.56% とショットでチャンスを作れず、グリーン上では癖のあるポアナ芝にも苦戦した。2週後のミズホアメリカズオープン後のリシャッフルに向けても、その一打一打が重みを持つ。25歳は、もうちょっとショットをしっかり頑張りたいと思いますし、グリーン上でもうちょっとバーディーを取れるように頑張りますと語った。